韓国映画、セマンティックエラーザムービーより、吹き替え版本予告が解禁された。主人公の二人、完璧主義で陰キャの優等生サンウ、パクジェちゃん、と陽キャの自己中モテ男ジェヨン、パクソハムの吹き替えを、榎木淳弥と増田俊樹がそれぞれ務めている。原作は、韓国電子書籍プラットフォームライディブックスで2018年 BL 小説大賞を受賞した、セマンティックエラー、スバル社。韓国動画配信サービスウォッチャで実写オリジナルドラマが制作され、世界中の BL ファンの間で熱狂を呼んだほか、短編アニメ、ウェブコミック、オーディオドラマが展開され、人気コンテンツへと成長した。主人公は、秀才で変わり者な完璧主義者の大学3年生チュサンウと学校一のカリスマで自由奔放なイケメンモテ男のチャンジェヨン。最低最悪の出会いから、ぶつかり合って惹かれ合い、お互いへの気持ちに気づいて恋が一気に走り出す。日本公開では前編、後編の2部作構成となる。日本語吹き替え版本予告編の冒頭、サンウは、シェヨンが講義をサボったことを通報、その後、正反対な二人が最低最悪の出会いを果たす。近寄ったり離れたり、二人の心の機微が丁寧に映し出される。不愉快に思っていたはずなのに、シェヨンのふとした表情にかき乱され、サンウの心にエラー発生。シェヨンの寝顔に思わずドキッとしてしまうサンウや、サンウを心配して家のドアを何度も強く叩いてしまうソハム、さらにはサンウがシェヨンの顔を思わず。さらに、同時上映の短編アニメもチラ見せ、予告だ。1分後にキスするからな、という衝撃的なシェヨンのキス予告とそれに従うサンウ。学校や居酒屋や自宅など、様々なシーンでの二人が映し出され、さらには距離感ゼロで密着する場面も、甘くてドキッとするシチュエーションの数々が書かれる、吹き替え演出の松岡弘樹監督は、吹き替え版を担当した主演二人の演技力に 100% の信頼を置いていたとのことで、仮に二人の配役が逆であっても作品は成立していたでしょう。しかし今回私が注目したのは、いかにジェヨンがサンウに対する自分の思いを嫌味なく表せるか、またサンウがいかに自分の気持ちに気づき、ジェヨンを不器用に受け入れるのか、ということでした。榎木さんが持つ嫌味のない説得力は魅力的でした。サンウの心情変化を見つめた増田さんの分析力もさすがでした。このキャスティングが正しかったと改めて確信できました、と太鼓判を押す。映画、セマンティックエラーザムービー前編は2024年1月12日より、セマンティックエラーザムービー後編は同年1月26日より全国公開。